礼しますね。赤い光をちょっとしっかり当てさせてもらいます。注射はしませんからね、今日はまだ。とりあえず光線照射療法と酸素化しますね。いつも濡れてました、いつも当ててたやつ。ああ、濡れてるじゃん。拭いてよ。いつも当ててたやつですか、赤い。そうです。ごめんなさい。ちょっと消毒して拭き忘れてます。あ、さっきの声、FT 変えてないな。さっきのもどっとの感じでしたけど、はい、はい、いいよ、じゃあはい、もうちょっと、あれ高島くん、追っかけて当てて、もう2分当てて、お薬出してもいいです。前飲ませれた、前出したことあるんですけどね、なんか注射器に溶かして、注射器に残ってます？あります、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 なくなっていいですかね、はい、弱いんだ。そうね、ちょっとでも大きくなってるけどね、めっちゃ。で、2.2 ありますよね。前回ですが 1.8 かな。と 1.8。だから4月か。体重どの？うん。2.2。あ、本当。うん。去年の8月だったら850ぐらいだもんね。850で、今年の3月が1750。4月が1800。毎日見てるとわかんないんですけど、久しぶりに見るとあ。2キロあるなって。今年の3月か4月に来てるんですよね。そうそう、4月の時まだ2キロなかったんですよ。ここ最近朝晩食べてるのね。この何日か。ここ最近ってさ、うんちって毎日出てるの？自分で朝出てきて、それを前トイレに、犬のトイレ行ってしてるんですよ。すごい、週間10日ぐらいだよ。時間10日も、うん、であと夕方私が早く帰ってあげると夕方出てきてしてたよね。ところが水曜か木曜日ぐらいから、でもここ何日しか食べてないのに、今朝もしたし帰ってもしてたし着ながらもしたし、だいたい皆さん毎日してるじゃん。うん、まあ、健康な子はだいたいほぼほぼ毎日うんちとおしっこが出るはずなんですけど、2日ぐらいしてたじゃん、うち、うん、で、このカゴごとさ、吸入さん、そうそうそう、はい、多分、20の下で、うん、下で、はい、で、ちょっと、肺のとこもちっちゃいから吸入と酸素をね、はい、10分以上やりますね。それで今、お薬をちょっと処方してますから、はい、